割と長くいらっしゃいました。8年ぐらいいましたね。やっぱりダラダラっていうのもあるんですけど、あの行った頃はまだね、僕がいたパドバのマンドリン科っていうのは専科じゃなかったんですね。だからいわゆるディプロマっていう、はいはい、まあ卒業、あのいわゆる卒業証書っていうニュアンスとは違うんですね、うん、ディプロマっていう、まあ教授資格免除みたいなのですか。だからディプロマを持ってると、まあどうなんでしょう、イタリアやったらまた一応どこでも教えられるよって、はい、だからそれが出なかったんですよ。でそれが僕の 7,8 年目ぐらいかなんかに成果に上がって、はいはいはい、でそこで初めてそのディプロマ試験が、だからその時にもうあのディプロマじゃないけどいわゆる卒業証書だけはもらったっていうその卒業生が全部戻ってきて、そこでみんなで行って一緒に試験取って、はい、あのディプロマ取りましたしね。もう当時その例えばもうプロで活躍されてたドリナ・フラティっていう方なんかなんかも一緒に戻ってきてディプロマ取ったりしてましたし、うん、でそれをきっかけでやっと帰ってきたみたいな感じですかね。タイミングもまあ良かったと言えば今的にはね、かなり楽譜もねすごい発掘されて、そうなんか最近 Facebook とかでもそうですね、ご紹介いただいて、まあやっぱり、はい、日本に似てるとマンドリンの歴史でやっぱり分からないことだらけっていうのもあったので、はい、やっぱりそういう僕の先輩にあの岡村光玉さんっていう、はい、やっぱり同志社で指揮された方がやっぱりイタリアに行かれて、はい、あの当時全く分からないボッタキアーリとかアマデーとかアマデンテとかあの辺のご遺骨遺族を全部訪ね歩いて落語を探されてっていうのをされて、でムニエルのお墓まで建てた人ですからね、この人は。だからフィレンツェでムニエルっていう方はね、んでやっぱりまあ日本では、まあ、でもですね、マンドリンの父と言われたような人やから、さぞや立派なお墓があるに違いないっていうのを相当調べ上げて、やっと訪ね歩いたら無縁仏みたいな形 でフィレンツェってねすごい水害の多い町なんですって。あのそれで何回も墓が流されて、で何回目かの時にあの遺族にあのもう一回 墓建て直してくださいって言った時にもう遺族の場所が分からなかったんですよ。でも仕方がないんで、もういわゆる向こうにあるアパート式ってやつですね、はい、これぐらいのやつがバーン番号を打って並んでるってやつ、でそれにナンバー何本っていう真っ白のとこでパカッと2人で骨壺が入ったみたいな状態やったのを見つけられて、岡村さんが実費で、ああ、うん、実費で本当は地面でちゃんと建てたかったんだけど、それは遺族じゃないとできないって言われて、せめてそのアパート式のところに写真とかそういうのをはめさせてくれっていうのを、いうのを作られて、そういう先輩がいらっしゃったので、やっぱりなんか前世が喜んでもらいたっていうのかな。だからその先輩結構有名どころ全部攻めはったので、有名どころじゃないけれども実は重要なマンドリン作曲家っていうのがたくさんいるのじゃないかなというので、そこを攻めようと、うん、でやっぱりまだ日本で見つかっていない楽譜みたいなものをでたくさん見つけられたらいいなというので、かなりやりましたね。おかげさまです。先生のおかげです。ねえ、もうジェノバはもう中野先生からもう、はい、いやもう見つけろ、もうどこも見つかったか見つかったか散々言われてたのに、だからしょっちゅう手紙が来るんですよ。だから見つけてほしい曲リストっていうのを送ってくるんですよ。みたいな感じの。そうなんですか、トゥードゥーリストが来ちゃう。もうでもなかなか、ね、ノーとは言えない。でもね、先生に喜んでほしいなっていうのがあったので。中野先生との出会いというか、まあ、どういうようなご関係と、まあ、中野先生は、まあ、僕は、ね、こう中学でマンドリンやった時に、いわゆる当時の全国大会の審査員 でやっぱり先輩からも中野次郎さんというのはもう神様みたいなマンドリン界の偉い人だよと、はい、で、あのやっぱり、まあ、中2あたりでやっぱマンドリンの歴史がすごいなんか気に入ったんですね。でやっぱりそれまでいわゆる普通のクラシックをピアノとかでやってたわけですね、はいはい、まあ、ピアノだからショパンだの、ベートーベンのモーツァルト、ただクラブに入ってやるベルッティだの、はい、マネンテだのっていうのは音楽辞典にも載ってないし、楽譜なんてどこにも売ってないわけですよ。でそれが逆に気になって、はい、でどういう歴史を辿ってこれはあるんだとみたいな感じで、で、あのそれがすごい気になったところに、たまたま当時京都にあったマンドリンの専門店に行ったと
時に松本ゆずる先生という方がたまたまそこにいらっしゃって、ですごいなんか意識的な単純な素朴な疑問ですごいあるんですよって言ったら、ああじゃあいろいろ教えてあげるか、うちおいでって言われて自転車で10分ぐらい待ってたので、そうじゃ、ね、そうでもそれから松本先生お世話になってて、やっぱり中野先生っていうのは松本先生もお世話になったんで、はい、いやもういっぺんどんな方なんでしょうねって言うと、会いに行ったらいいやんって言われて僕中二の若造がみたいなあ、そうですよ ね、ねでもとにかく会ってみたいなと思って、はい、もう子供ですからアポを取るっていうことも分からないので、でとにかく何のもうあれもなく、とりあえず名古屋行こうと思って、で名古屋行って当時やったムジイグゾギス店っていうところに坂川原機動船さんっていう方が、まあ、中野先生の先生、教え子さんですよね、でそこで見せてたらって言って、あなたはどうしたのって言って、はい、いや中野先生のところに行きたいんですけどもどうしていいかわからないんですって、あ電話してあげるって言われて、そこでなんか今中学生が来てて先生に会いたい言ってるんですけどみたいな感じで、で機動先生に、間取ってもらって、もうもうそこで強引に行って、もうで頑張って失敗、自分の知ってる限りのマンドリンの話を中野先生の前で必死でしてというのがきっかけで、結構定期的に名古屋に遊びに行って話を聞いてもらったり教えてもらったりみたいな、いや結構たくましいな、ね、今から考えたら中二のもう神をも恐れぬ仕事、いや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 、そんな悪いことしてるみたいな、中野先生が持ってらっしゃったあの1930何年のクラシコ栄誉を譲って、あったかいな、先生がお持ち、そうです、あのもうある日急にね、あるね、ある日突然あの遊びに行った時に、あのクラシコ栄誉あるんだけど持って帰ってくださいって言われて持って帰るんですか預かるということではなく、もう僕は持ってたって仕方がないんで、であなたが弾いてこの楽器をちゃんと弾いて、でただもう約束してほしいのは、あなたがもし年寄りになって弾けなくなったら必ず君の次の有望な世代にこの楽器を引き継いでくださいという約束でいただきました。てか中野先生も実はそれあの引き継がれたものなんです。であの京都にやっぱり中野先生の先輩格になるのかな、京都帝大時代に、はい、あのクラブを創設に関わった北賢治さんっていう人で、あのその方が中野先生はすごく仲良くて、で中野先生その方が亡くなる時に、まああの何ていうのかな、遺品みたいな形で賢治さんからの引き継ぎの引き継ぎの楽器 で、 そ、 ですか、でそれをだからもうあなたもそれを引き継いでくださいみたいな形で、志村先生の今後の活動についてもしよかったら、なんか告知とか、あ告知ですありますか、1月のちょっと日にち忘れましたね、あと2カ所九州で、はい、こっちでちょっとおチラシ確かおしくお返してもらいましたけど、そこで九州のギタリストの中野先生という方とあのデュオコンさんをさせていただくというのと、あとはあと、3月2月にあの一応還暦の記念のコンサートをちょっとあの辺でやらせていただくというのが京都でございます。それがちょっとキンキン、まあ、あとは私が振ってる社会人合奏団の演奏会を2月にやらせていただくというのが、まあ、気持ちでやらせていただく、フィロドリーノでございます、はい、もうぜひあの関東圏の方が全国ぜひ、はい、そうですね、大阪までぜひ、はい、来場しつつ、はい、ここにもチラシがドーンと出てます、ね、はい、お願いします、はい、であと日本版年齢のあのドクソコンクール今年、あそうですね、ちょっとまたあの審査員またさせていただくことになってます、はい、すみません、も審査員さんはい、もうお忙しいですね、すでに、ね、決まってるものが多くて、ね、まあまあもう仕事はねいただけるというのがありがたいということで、そういうことも結構そうなんですね、いや
もうちょっとあの威張ってください。なかなかそういうのがもうできないし、どうしてももうあ、いや、だから皆さんついてこられるんですね。いや瀬戸さんも本当続け長い方のすごく、ね、皆さんね、僕よりもなんかもう張り切って発表会準備とかこっちでさせてくれるんで本当にありがたいですね。本当におかげさまでレッスンの方も非常に人気の、はい、そうですね、はい、本当にもう、はい、もう甲板に入れていただいてありがたいです、はい、もうまだまだ来ていただけると思う、ぜひ、はい、月に3回来ていただけるぐらいね、頑張りたいと思ってるいや、そうなるとね、それこそうちの娘が、本当にね、一緒にいる時間が最近少なくて、とにかく特に下の娘に見たら、はい、もうお父さんマンドリンいつやめてくれるの、つらい次お父お仕事があったら断ってねって可愛い。そして上の娘がね、でもねお父さんがマンドリンやめたらご飯食べれなくなるんだで上の娘がね下の子に最近こう言うんですけど、お姉ちゃんなんですね、上の娘可愛いこと言います。あ、でもそうか、実践できないんだよね、まだ大人になったらぜひ親子共演もマンドリンをやるかどうかは、ね、あ、まあそうですね、ちょっとそうですね、マンドリン人口が今どうしても ね、はい、ねコロナなんかもあって、はい、結構細くなってきているので難しいですよ ね、この問題はどうしても、そこは本当にもう一緒に頑張らせていただいて、そうなんですよね、はい、我々も本当にいろいろアイデア出して、そうですね、やっぱりいろいろ草の根運動じゃないですけども、やっぱり石村先生のような方がでも必ず本当に業界に必要だと考えております。今ね及ばずながらできることがあればなと、あればというところなんですけど、次回はじゃあいつ収録で、はい、よかったら弊社の YouTube また出ていただきたい。はい、もうぜひよろしくお願いします。いや本当こんな話でいい、こんな話で大丈夫です。雑談を普段がこんな話がいい難しいことはみんなネット調べていただければ、はい、あるんで、はい、大丈夫です。本当こんな話で喜んでいただければ、はい、これを望んでましたから、はい、はい、ありがとうございます。ということで今日本当にいろんな話聞かせていただきました。ありがとうございます。では本日のゲスト石村貴之先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。